はい、皆さんこんにちは。ピアノ屋 .com の石山です。ヤマハの W シリーズというとですね、木目のシリーズですね、黒いピアノがずっとまだ売れてた時代ですけども、ヤマハは木目ピアノにも力を入れてました。でその中で、グランド型譜面台というね、大きな譜面台です。上についてる台、これがついてるモデルが W101 と W102っていうのがあります。あと W201 っていうまたね、特別にあのすごいデザインのもあるんですけどもね、よく売れてたのはこの2種類なんですけれども、この違いっていうのはもう本当単純でですね、足があるかないかの違いなんですね。でこの W101 は足のないタイプですね、そして他のものはこういうふうに足がね、W102 の方は足があるんですけれども、まあ、あと外装の木目の感じもちょっと違います。で101の方も実はすごい人気でですね、なぜかというと足元がすっきりしてますので、歩いていてここにこういうタイプね、前に飛び出してるでしょ、私は結構足元見ないどんくさいので小指をゴンとぶつけて飛び上がるぐらい痛い時あるんですけど、結構足元すっきりしてますから、なんかこう場所取らない感覚がするんですね。設置面積はあんまり変わらないんですけどもね。であとお掃除もしやすいね、いうことで足元がすっきりしているのが、このピアノの特徴です。あと外装の木目がこういう感じで、実は、これと同じ101のこっちは全塗装しているので色合いがちょっと違うんですけどね、とても綺麗なんですけども、色合いはこちらは全塗装してますから違います。これはもうオリジナルのまんまですね、木目の模様がこのように、綺麗に出ている、こういうタイプですね。こういう外装の木目が好きな方もね、実は多いと思いますけどね。この蓋はスライド式になってますね。はい、半ツヤって感じかな。この辺の、ね、色の変色なんかは綺麗に直りますのでね。ペダルは3本。じゃあ中を見てみましょう。101W318-4404 っていうね、製造版、あ、記録表がありました。あのね、ここにあるんですよね、皆さん、覗き込まないとわからないので知らない方多いんですけどね。はい、最初の調律は昭和55年ってなってますね。はい、もう全盛期ですね、ピアノの製造番号はどこ、あ、映しましたね、そういえばね。はい、もうピアノの全盛期です。一番ピアノが売れてた時代のものになりますね。中の状態です。はい、ハンマー、お、そこそこ弾いてますね。溝がついてます。これは削ってね、形を整えたいと思います。はい、トーンエスケープ、ここから音が抜けてきますね。ですからパワフルにグランドピアノみたいに前にね、ストレートに音抜けてきますからね、弾いてて気持ちいいですよ。ステレオですね、右と左両側ありますからね、両側から聞こえてくるね、立体感のある音がします。はい、低音からです、聞いてください。これちょっとあのボン線ってやつね、弦の調整が必要です。これ調律師が聞けばね、すぐね、分かります。これはハンマーの調整すれば抜群に良くなりますね。先ほど見ていただきましたように、弦に溝、弦の溝がね、ハンマーの先端ついてますから、これをきれいに形を整えるわけですね。そして静音という作業をするとものすごく良くなりますね。これ届いたまんまの音ですから、あ、これはいいですね。だいぶずれてますね、音を調整してまた取り直しをしたいと思います。デザインも素敵ですね、木目模様が綺麗ですね。はい、ヤマハの W101 のご紹介でした。それではさようなら。